ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ちょっと特殊なバイク事故を紹介するぜ。特殊なバイク事故。走行中に大怪我を負った運転手が、その怪我に気づかないまま2キロも走り続けた、という内容の事故だ。自分が怪我をしていることに気づかないまま走るって、そんなことある。バイクの運転に集中していて、痛みを感じなかったってこと？さあ、どうだろうな。まあでも、骨折とか打撲って見た目に現れにくいから、なんかちょっと痛いなぁ、くらいで済んでたってパターンもあるか。具体的に、大怪我ってどれくらいだったの？右足切断。は、右足の膝から下がなくなっていた状態だ。いやいやいや、それで気づかないってのはさすがに無理があるでしょ。まあ、まずは詳しく事故の経緯について聞いてほしい。無理があるかどうかを判断するのは、それからでも遅くはないはずだぜ。事故があったのは2007年8月13日午前6時半頃のことだ。静岡県浜松市の国道1号浜名バイパスで、54歳の会社員男性がバイクの運転中に接触事故を起こした。なんでも、インターチェンジ付近にある緩い左カーブをうまく曲がりきれなかったんだそうだ。ちなみに、運転していたのは 1300cc にもなる大型バイクだって話だぜ。バイクって大きくなればなるほど馬力も上がるけど、その分だけ車体のサイズや重量も桁違いになって、コントロールが難しくなるっていうよね。そうだな。なので、バイク初心者におすすめできないのはもちろんのこと、運転に慣れてきた中級ライダーでも、一歩間違えば制御をミスって転倒や接触がザラにあるんだ。なんで運転が難しいってわかってるのに、わざわざ大型バイクに乗るんだろう。そりゃお前、ロマンってもんだろ。口を出すのは野暮ってもんだぜ。いや、大きくて重くて扱いにくいバイクを運転した結果、その人だけが被害に遭うなら、自己責任だし何も言わないけどさ。今回みたいに、接触事故になってしまう可能性だってあるわけじゃない。まあ接触事故とは言っても、他の車や通行人にぶつかったとかではなく、自身の右足が中央分離帯に触れてしまうというものだった。あ、そうなの。でも、触れてしまうって簡単に言うけどさ。自動車って時速数十キロのスピードが出ているんだから、その運転中に軽く何かに触れるだけでも結構な衝撃だよね。ましてや、バイクってのは基本的に生身がむき出しだからな。外装が衝撃を吸収してくれる普通乗用車とはわけが違う。さて、運転していた男性は、激しい痛みを感じながらも、そのまましばらく走行を続けていたんだが。いやいや、一旦止まって怪我の具合を確認しなさいよ。男性はそのまま2キロほど運転を続け、インターチェンジからバイパスを降りるために、出口手前で停車したんだ。さて、バイクというのは停車中、足を地面について車体を支えなければならないわけだが、なぜか足が地面につかずに、男性はバランスを崩して、そのまま転倒してしまった。なぜかって？そこで、男性はようやく気づいたわけだ。自分の右足、膝下およそ10センチから下を失っていたことにな。右足がなくなっていることに気づかないまま運転しているのもすごいけどさ。こう言っちゃなんだけど、よくそれで運転中に死ななかったね。足の切断って、出血量とかやばそうじゃん。余談ではあるが、実は体の一部を失っていることに気づかない、というのは、戦争中にはよくあることだったらしい。ほうほう。前線で戦っている兵隊さんが、地雷や砲撃で手足を吹っ飛ばされたり、銃弾で体を貫かれていたりするんだが、たまにこれに気づいていない人がいたとのことだ。自分で傷口を確認したり、周囲の人間に指摘されて、初めて傷に気づいて痛がり始めるんだとさ。それまでは負傷に気づいていないから、痛みも感じていないってこと？人間の脳みそって不思議だね。まあ、もちろんそのまま気づかずに出血で亡くなってしまう場合もあるんだけどな。それで言うと、今回の事故はもちろん普通なら出血多量で命も危ぶまれる状況のはずだったんだが、綺麗な切断ではなく引きちぎられたような傷口のせいで、出血がそれほど多くはなかったんだ。聞いているだけでなんかお尻がヒュンヒュンしてくる。その後、連絡を受けた消防署の方が現場に駆けつけて応急治療を施し、その後に病院へと運ばれたことで、この男性は一命を取り留めている。だが、残念ながら失った右足は、回収はされたものの、くっつくことはなかった。あ、切断された足はちゃんと見つかったんだね。実はこの男性は仲間たちと共にツーリングの最中だったんだ。で、その仲間が接触事故を起こした場所まで戻って、失われた足を探してくれたんだよ。
で、氷と一緒にポリ袋に入れて保存しといてくれたんだ。おう、指と片足が切断された時の保存法だね。ただ、保存法はともかくとして、切断面がぐちゃぐちゃで損傷も激しくてな。縫合はできなかったんだ。っていうかさ、周りにツーリング仲間たちがいたのに、誰もこの人が足切断されたまま運転していることに気づいてなかったの。これが、気づいていなかったんだよ。まあ、運転中っていろんなことに気をつけないといけないからな。これがまだ、事故った男性がふらついていたり、おびただしい量の出血がアスファルトに残っていたりしたら、なんか様子が変だぞ、と気づいたのかもしれんが。でもパッと見では全然普通に運転しているし、出血の量もそこまでじゃなかったと。というかそもそも、アスファルトに血が垂れても黒く染まるだけで、他の液体と見分けってつきにくいんだよな。事故に遭った本人は当然として、周りの仲間たちもめちゃくちゃ焦っただろうね。一緒に運転していたはずの人が、右足がなかっただなんて。運転中に失血して死亡する可能性や、あまりの激痛で失神する可能性も大いにあった。その場合、運転中のバイクがそのまま転倒して事故になることもあるからな。もしかしたら、この仲間たちがその事故に巻き込まれていた可能性だってある。そう考えると、事故の被害者が一人だけで誰も命を落としていないって、奇跡みたいな状況だね。で、この事故が明らかになると、足を失ったまま気づかずに走り続けた、というショッキングな内容が瞬く間に話題となってな。中には、都市伝説なんじゃないか、と疑う声もあったほどだ。気持ちはわかる。ともあれ、今回の動画はこんなところだな。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。